場に登場しようとしております。館内に進んでよくはありません。ビッグファンが大勢出迎えております。通算14度目の来日になります。ニル・ラスカラス、ビバ・アミーゴの横断幕も立っております。大阪府大使会館、ファンの手荒な会議、各地の歓声、そしてみんなこのマスカラスに一度は勝ちたい、この夢の緊急発行のマスカラスに叶えたいという気持ちで本当に大きい人混みの中に入っております。ニル・ラスカラス、天の顔を持つ男、今日は入場でどんな顔を見せてくれるでありましょうか。日本ですとどこに行ってもマスカラスフィーバーが吹き荒れておりました。今世紀最大のスーパースターと言われております。フライングメッキ、プラスに歴史観の異様を取りますニル・マスカラス、今ようやくリングに届きました。こちらがまたニル・マスカラス、試合に先立ちまして読売テレビ、日本テレビから両選手の花束が贈呈されております。さあ、この放送席のあたりにもまあビッグファンの日本並みがぐーんと押し寄せてまいりました。大変な人気であります大阪府立体育会館。81年スーパーアイドルシリーズの終盤戦を迎えております。一発逆転の空中殺法などを見せます。しかしね、さっきマスカラスが足を取られた時に、相当ね強引な切り返しをやってるんですね。というところを見るとマスカラス、やはりサドに対しては精神的に何か非常に自信を持って戦っているんじゃないかという気はしますね。なるほどね、普通ね、足を取られたらあれだけ体重を乗せて切り返しに行くっていうのは非常に危険なんですがね、はい、それをあえてやってますね。チャボに試合前聞いたところでは、ニル・マスカラスは自分とは違ったタイプのレスラーだけに少しその勝手が違うという自分のタイプというレスラーを考えておりました。そうですね、さあ足を取ります。ニル・マスカラス、今度はボストンクラブか、いやエビの体勢に持っていこうというんですが、その前に足を痛めつけております。さあ今度はボストンクラブか、これを切り返します。おっとローリングクラッチの体勢で回転エビですが、おっとこれはシーソーになりました。これは両者手を引き、レフリーが分かれさせるでしょう。両者クリーンに分かれました。ところで山田さん、今日のこの IWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチなんですが、このタイトルというのは何度も1975年にアメリカジョージアで、10人の強豪レスラー、アメリカのジョージアでルー・テイズ、エディ・レッド、それから、イワン・コルフ、こういった選手が参加して3日間のトーナメントをやって、そして、決めたこの IWA 認定の、タイトルなんですね。そうですね、ジョージア州のサバンナと、はい、そこでプロモーターのペドロ・マルティスが、いわゆる継承して、このトーナメントが開かれて、その優勝者ということで決まったタイトルですね、はい、それ以来年間10試合の防衛戦が義務付けられておりまして、今年7月来日前にメキシコのアカプルコでこのミル・マスカラスはエル・グラン・マーコスと対戦しまして、防衛を果たしてきております。そのタイトルに今日挑戦しておりますのはチャボ・ゲレロ。人気、実力を身につけまして6年ぶりに全日本のマットに登場しております。アメリカ西海岸のスーパーアイドルでありますチャボ・ゲレロ、日本に来ましても大変に人気は高まっております。特に女性ファンの人気が非常に、多いチャボ・ゲレロであります。かなり両選手ともに手の内を見せ合いましたが、まだ機体殺法、空中殺法といったものは、完全に出ておりません。さあ今度はトーナメントラインクロスショップが出ました。さあもう一回行ったら、これは2つ
スです。さあ今度はブロックキック、カボゲルのブロックキック、イルマスカラスの村井対策です。そしてカーブはどういくか、1回投げておいて、そしておっとこれを切り返します。イルマスカラストップロープからおっと場外両選手とも転落であります。エクロン下に転落しました。おっとダメージがあったのはどっちでしょうか。上になっておりましたのはカボゲレロですが、レフリーの一郎空気がカウントを返しております。カウントを返しております。10カウント以内に戻ることができるか。さあどう、10カウント以内に戻ることができません。両選手ともにリングアウトという体勢でしょう。15秒、両選手リングアウトという結果ですが、山さんこれはどうですか。そうですね、ちょっとね、今キャボの方がダメージがあるかなと思ったんですが、やはりキャボとしてはあそこで無理やりリングアウトに引っ込んじゃったというような感じですね。1本目は両者リングアウトでドローとなりましたが、それから2本目は開始されようとしております。竹内さん、はい、この両選手の今1本目の展開、そして2本目どのように読みますか。まあ、1本目の最後にですね、はい、キャボは肩に乗ってやっぱ前方の回転エビ固めを狙った形跡がありますね。そして結局マスターズがですね、強引に肩車に持ってって場外を落としましたね。まあ、今のところダメージ的にはですね、やっぱり肩の上に乗ったキャボの方がちょっとダメージが深いような気がしますね。なるほどね。高い角度から落ちたキャボゲーロの方がちょっとダメージが上かというんですが、山田さんどう見ますか。やはりそうでしょうね。でマッカラスとしてはね、これ両者リングアウトというのは大変なマイナスポイントになりましたね。そうですよね。まあキャボがいわゆるその無理無理そこへ持っていったというような感じですよ。なるほど、はい、そうしますとキャボとしましてはこの2本目に命をかけると言います。そうですそうです。手をかけてますか。はい、2本目は開始されております。イルマスカラスカボゲル、 IWA 認定世界ヘビー級タイトルマッチ、2本目は開始されております。先週の放送ではご覧いただきましたが、第2回 PW 杯争奪タクトーナメントでは準決勝からスピードで必要のマスカラスブラザーズ絶妙の天体飛行を見せまして、見事 V2 を達成いたしました。決勝では山田さん、リッキーピンボードキャボゲレロ組と渡り合ったんですが、危なげなくフラインクロスアタックの宝刀で破りまして、優勝を決めて、まあ、底力を見せつけたミルマスカラスですかね。そうですね、はい、まあ土壇場の試合になるとマスカラスって非常に強いですね、はい、ですからこの、まあ、2本目果たしてどういう技を出してくるか、非常に注目の的ですね。それからあの試合の後ですね、キャボゲレロは、リッキーと組んで俺がやられてしまって大変申し訳ないということを言ってましたね、はい、おっとこのサバ折りはどうでしょうか。ベアハッグ、体型かなり行くとね、まだそんなに効いてると思いますよね、はい、しかしかなりダメージがあったようであります。自分の足で押さえております。サボゲレロ、まあ、しかしこのチャボという人は非常に動きは俊敏で一発逆転の技を持っておりますので全く分かりません、かなり痛めつけられましたが、しかしこの後逆転技が出るか。おっとマスカラスダブルトーキックを見せました。そしてダイビングボディアタックに行くか。セカンドロープに乗った、体勢は決まった、どうだ。いや、次やりません、やりません。このあたりインサイドハグだというような頭すだりを立ちましたミル・マスカラス。まあタイトルがかかっているだけにミル・マスカラスとしましてもあまり無謀なファイトはしませんね。はい、うかつにあの技を出したの、今チャボが構えてましたからね、はい、まずいですよね。やっぱりそこを読んでますね、きちんと。とにかく変面時代、前方の転換が早いキャボゲロでありますね。そのあたりを読んでおります。ミル・マスカラ、やはりね、フライングボディアタックなんていうのはね、はい、相当高く上がって飛ぶわけですから、もし外された場合ね、自分の負うダメージってのは非常に大きいですからね。なるほどね。うかつに出せないわけですね。しかしミル・マスカラ、相手がひるんだところ、特に背骨のあたりを痛めておりますキャボゲロに対しまして、完全にフルネルソンの形からチキンウィング、そしてこれを
メキシカン流の固め技に持っていきます。ちょっとチャボの動きは止まりましたね、うん、どうでしょうか。やっぱりね、先ほどの話でも言いましたけれども、ちょっとダメージがあるんですよね、はい、チャボゲレロがリッキーと組んだ、PWI 総立ちの決勝戦では、マスカラスの水中タップを意識していたはずだが、前半飛ばしすぎてスタミナが消えてしまったというようなことをチャボは言ってましたね、うん、どうしても本当にね、こういう粘っこい展開になると、やっぱり体格の大きさというのが出るんですね。さあ、武将戦隊が、みんなに早くなってまいりました。さあ、宇宙選手に飛びました。おっと、内側に投げ飛ばしました。これは顔面から落ちました、チャボゲーロ。さあ、先ほど、大勝がありますか、チャボゲーロ。次、ワン、ツー、スリー、決まりました。これはあっさり決まりました。これはあっさり右マスカラスが飛びました。1分27秒で右マスカラスが飛びました。そうですね、低い力のブレインマスターでしたがね、ちょっとやっぱりチャボはスタミナを失ってただけにまともに効いたんでしょうね、はい、大変なファンの祝福を受けておりますビル・マスカラス。しかし IWA 認定の世界ヘビー級のタイトルは防衛いたしましたビル・マスカラス。今年の大阪選手に着々との防衛であります。今年に入りまして2度目の防衛を果たしましたビル・マスカラス。今チャンピオンベルトが返還されております。竹内さんどう見ますか。今あっさり決まったような感じで、最後のブレンバスターですね、やっぱりあれで壁に大きく落としてたようですね。なるほど、やっぱり P5 に繋がったと思いますね。